いいタイミングだったんで包丁研ぎからやっちゃいましょう。まあ、研ぎ方勉強したわけではないんでお叱りの声をいただくかもしれません。この砥石は2000番で角度は15度前後、手前に引くときに肝を強く研げばそれなりの切れ味にはなります。まあ、4000番以上の仕上げ砥石はここ数年使ってない気がしますね。その道のプロと特殊な趣味をお持ちの方以外はほどほどがいいかと。そして今回はお飲み物をご提供いただきました。シーバスリーガル匠リザーブ12年。シーバスリーガルといえばウイスキー島であれば必ずと言っていいほど通るスコッチウイスキーブランドで、甘く華やかな香りにアルコール感の少ないまろやかな口当たりはとにかく飲みやすく、お値段的にも非常に優れた印象です。今回はそんなシーバスリーガルがアジア市場限定日本先行でこちらの匠リザーブ12年を発売するそうで、日本酒の熟成に使用したオーク樽で一部をフィニッシュ、つまり日本酒のフレーバーが加わっているようです。まずは香りから。フルーティーで華やかですね。通常のシーバスリーガルとか水ナラと比べると甘さはちょっと抑えめなんですかね。ちょっと飲んでいきましょう。まあ、これもシーバスリーガルらしい、飲みやすさがすごい出てる気がしますね。癖もなくまろやかでほんの少しだけスパイシーって感じ。ちょっと水で割ってみましょう。もう一気に開きますね。なるほど。確かに飲んだ後鼻から抜ける香りに日本酒のような透き通るなんかこう甘い香りの印象がある気がしますね。他と飲み比べると明らかに違うのはよくわかります。バランスよく落ち着いた印象でアルコール感も少ないんで確かに和食に合わせやすいですね。そして現在こちらのシーバスリーガル匠リザーブ12年の発売キャンペーンを開催しており、期間中公式 X にてプレゼントキャンペーンを行っています。内容としてはこんな具合、もうプレゼントですから間違いなくやった方がいいと思います。詳細はぜひ概要欄をご確認ください。それじゃあね、まずは毎年恒例鮭の炊き込みご飯の仕込みからやっちゃいましょう。もう春と秋はほんとやりたい炊き込みご飯多すぎますね。サンマ、キノコ、さつまいも、栗、鶏ごぼう、何炊き込んでも全部うまい、全部太る。今回は焦げの香りを米につけたいんでさっと表面を炙ります。そしてお出汁は鰹節、薄く引きたいんですぐに揚げます。まあたまにはちゃんと引くと丁寧な暮らしをしている感じも出るし、汚染された私の心が浄化されます。三つ葉は千切りですね。めんどくさいですけどこれがほのかに香って味もよく、何より非常に雰囲気が出ます。意中のお方を家に招いて惚れさせる際にお使いください。お刺身もね、今は魚屋さんが全部やってくれますからいい時代ですよね。私はその昔お魚系 YouTuber の動画を見てるだけでさばける気になって謎に上からコメントする妄想料理人でしたが、今ではそれなりにやれるようになりました。マグロ、冷凍ではなく生が手に入ったんで買っちゃいました。生マグロはもっちりしててほんと最高です。まあしかしそのままでも100点なんですけど、漬けにすると1000万点。あとで酒、みりん、醤油と昆布でタレ作って1時間ぐらい漬けときましょう。そして今回の主役カツオくんですね。千葉の銚子からいらっしゃいました。もう新鮮でいかにも脂が乗ってそうです。お皿は本当に熱くなってるんで気をつけて。もうキラッキラ、私旬ですって顔してますね。ごま油と塩で味見。これはちょっと異次元にうまいね。味は1尾150円いつでも素晴らしい。金目もこの柵で400円、最高です。わさびは1本3000円絶好調。匠リザーブは水割りでいきましょう。はい、ということでちょっと映像の関係でお皿逆さまにしてますけど、いただいていきましょう。乾杯。飲みやすい。やっぱり水割りの方が日本酒っぽさは分かりやすいですね。
僕はこの飲み方かなり好きですね。美味しい、とても美味しいですね。まずは漬けのマグロからいただきます。美味しい、合いますね。うん、美味しい。いや本当にかなり合いますよこれ。そしてマグロの漬けなんですけどね、どうしても自分は好きな食べ方があって、こうめちゃめちゃ薄切りにしたたくあんをねかぶせていただきます。うん、これうまいですよ。続いてはカツオ。うん、これはもうめちゃめちゃ美味しいカツオですね。そもそもカツオそのものがめちゃめちゃ美味しいですね。素晴らしい、脂の乗りも十二分。うん、美味しいですね。カツオうまいね、やっぱ本当にカツオうまい。でもね、やっぱりあれが欲しいのよ、ニンニクのスライス。合うね合うね。うん、そしてアジ。うん、まあアジはいつでもうまいあんなに安いのにこんなにうまい、アジは本当にコスパがいい、金目ですね。うん、油乗ってますね、美味しい。安定のごま油塩。うん、贅沢ですわ。うん、本当に美味しい、本当に美味しい。まあ、やっぱ個人的にはごま油塩が一番好きですね。まあ、ぜひ皆さんもね、今年の秋は新鮮なカツオを手に入れ、炙り、そしていただいてください。はいはい、サンマですね。まだ走りですが油も結構乗ってそうですね。酒を振った水で洗ったらペーパータオルで拭き取って塩を強めに振りましょう。まあサンマだけはね、どんなに高くなっても年に1回ぐらいは食べたいですね。限りある資源を節度を持ってありがたくいただきましょう。良い子のみんなは備え付けのグリルかフライパンでやりましょうね。いやもうこのビジュアルだけで飲める、これは飲める、たまりません。熱い、大根おろしとすだち用意して、秋ですね、これは秋ですね。タクミリザードはハイボールでいきましょう。この炭酸水は濃いよ。それじゃあいただきます。乾杯。うん、しっかりと飲み応えがあって美味しいですね。まあやっぱりハイボールはね、本当に飲みやすいですよね。皮パリですよ、美味しいね。うん、サンマにしか出せないこの味、本当に美味しいですね。やっぱり塩は結構強めに振った方がすごい美味しく感じると思います。特にお酒のつまみってなるとちょっとやりすぎなぐらい塩振った方がいいと思います。じゃあお腹側、腹渡と一緒に。美味しい。うん、美味しいね。この久々ですね、このほろ苦さ最高ですね、本当に美味しい。うん、油もね乗ってますね、油。それをね、あ、ハイボールで流し込むと、うまたこの血合いのとこもね、うまいことうまいこと、ちょっとすだちもかけてと。うますぎんだろうますぎんだろこれ、すっげーうまいよな。さあそして焼き物がこれで終わるかといえばね、終わらないんですわな。ドン、松茸アメリカ産国産はねちょっと今の時期まだ出てきていないっていうのと、
高い、高すぎ、高すぎ新作。まあやっぱりこんだけの量入ってたら、いや安くても1万円はしちゃうんじゃないですか。くだらないっすよねこれ。1000円。まあやっぱり外国産の松茸って輸送する際に事前に洗浄したりとか、まあそもそも輸送時間が長いんで香りがね国内のものに比べれば落ちやすいっていう傾向があり、まあその分安いとも言われてるんですけど、もうこの価格でこの香りを楽しめるなら個人的には全然いいと思いますね。まあ下処理としてはまず先端の硬い石突きを削いで削っていくっていう感じですね。そして汚れを酒で湿らせたキッチンペーパーで拭いていきます。もちろん水でも全く問題ないです。まあ個人的にはこう土の味もしてこそ松茸みたいなところはあると思ってるんでね、あんまり拭きすぎは良くないとは思いますけどね。そして食べる直前で切れ込みを入れていきます。小さいものであればこういった感じで2等分ですね。そしてこれを割ります。あとはお好みの方法で焼くだけです。断面を上にしてまずは焼いていきます。そして見えますかね、汁が浮き上がってるんですけど、これがひっくり返すタイミングですね。自分はもう軽く塩振ってこのまま食べちゃいます。あ、うまい。シャキシャキコリコリでもう本当に最高。ちょっとすだちを絞っていただきます。うますぎ。いやそれはもちろんね、国産が一番美味しいのは分かります、分かりますけど、この手軽さで楽しめるのがいいですよね。美味しい。お次は天ぷら。もう懐石コース料理のような様相を呈してきております。キノコは松茸、アメリカ産、舞茸、菌床栽培、なめこ、菌床栽培でお送りします。そして匠リザーブはもちろんハイボール。それじゃ乾杯。うまい。まあさすがにここまで飲んでるともう実家のような安心感というかですね、もうものすごくもう舌に馴染んでおります。まずはなめこから。本当に出来たてじゃないとあっという間にカリッと感が失われてしまうんで、いただきます。おいしい。真面目にびっくりするぐらい美味しいんですよこれ。揚げるのがちょっと難しいんですけど、もうカリカリトロットロって感じで、いやー美味しいですねこれ。続いては舞茸いきましょうかね。まあ日常的なキノコの中では個人的には王様だと思ってます。うまい。もう舞茸とかなめことかもちろん菌床栽培なんですけどね、もういいんですよ。もう秋っていうのはもう概念ですから、もうそれぞれがみんな秋を感じられればいいんですよ。松茸いきましょう。うまい。これは美味しいよ。美味しいね。あんまり自宅で天ぷらにして食べないんですけど、基本的に土瓶蒸しか焼き物なんですけど、これは美味しいわ。めちゃめちゃ美味しい。もうアメリカが俺でもやれるんだぞっていう、なんかそういうなんかこう気合を感じますね。気概というか秋だね。そしていよいよ最後の仕上げ、炊き込みご飯ですね。もうこの穴から鮭の香りがぐんぐん上がってきております。旬の香りです。もう一切れも戻して軽く身を割っていきましょう。もうこっちの皮はブヨブヨなんで回収です。どうかな。我ながら最高の出来。もう炊き込みご飯はおこげやるとうまさ10倍です。炊飯器でやる方もおこげ設定忘れずに。匠リザーブは炭酸弱めの薄めのハイボールで。それじゃあいただきます。乾杯。優しい。非常に終わりにすごくありがたい。いただきます。
これが本当にうまいのよ、もう。もう口の中が本当に秋でいっぱいになる。なんかそんな感じの。もちろん戻りガツオの刺身とか、キノコの天ぷらとか、松茸とかね、秋を感じるんですけど、僕の中では一番これが秋っぽい。ほんと何年連続で作ってんだろう、もう8年ぐらい作ってますよね。まあ正直いつでも作れる内容なんですけど、なんか秋がやんないっすよね。まだやり残したことありますよね。だしをかけて、海苔振って、わさびで整えます。極楽です。